地下街。地下街とは、地下に設置された、不特定多数の通行のための歩道に面した、商店街である。大都市のターミナル駅で、自動車と歩行者とを立体交差させ交通の利便性を高めるための公共地下歩道と、店舗、駐車場、地下鉄入り口とを一体として整備したものが多い。寒冷地においては、冬季の寒さや積雪から歩行者を保護する目的もある。 地上の建築物と比較して地下街の建設には多額の費用がかかる。また、地下歩道部分の利用時間が長いため設備の運転時間が長く整備の時間が十分に取れず対応年数が短く回収に要する費用、時間も多くなる。また、換気を行うための空調設備や水害対策などの維持費も要する。さらに、換気設備が道路の緑地帯など 条件の悪い場所にしか設置でないため、空気環境の維持に苦慮しているところも多い。防災、防犯では、不特定多数が利用する施設として、地下で直接接続された、地下街や建築物との相互連携が重要である。自主防災、防犯組織を結成し定期的な会合を行っているところがほとんどである。また、緊急時の相互応援も規定されている。 日本では、初代東京地下鉄道、現、東京メトロの上野駅、1927年、営業開始2930年、昭和5年4月1日開業した500メートルの地下街、地下鉄ストアが地下街の元祖とされる。この地下街は、上野公園の西郷高森像の下付近から、山手線の下をくぐり抜けて、上野駅東口まであった。 地下道の両側に店舗が併設されたもので、現在では存在していない。戦前に建設されたものでは、1942年、昭和17年に完成した旧梅田地下街、大阪駅前地下道、約5700平方メートル大阪市が、当時、最も大規模であった。戦後の道路法、専用許可、建築基準法、建築確認に基づく地下街としては、東京、 銀座の三十軒堀、掘り、潜復興で埋め立てにかかっていた三原橋を利用して地下街とし、1952年、昭和27年12月に春海通りの地下に建設された三原橋地下街が日本最古の現存する地下街である。また、1957年、昭和32年3月に名古屋駅前に建設された名駅地下街が、 日本最初の本格的な地下街だと言われている。本格的に地下街が建設され始められたのは、1960年代の高度経済成長期の頃で、大都市の地下から作られ始め、地方の中核都市へと広がっていった。日本では、都心の地下高等により地下空間を有効利用した地下街が急速に発展してゆき、公共民間が一体となって事業が推進されてきたことから、 世界最大の地下街大国となっている。日本の法規では、道路、駅前広場、都市公園などの公共用地の地下に、店舗、通路があるものを、地下街、店舗部分が民有地で、通路部分が公共用地の地下のものを、純地下街、店舗、通路とも、民有地の地下のものを地下街という。また、百貨店の地下街にある、食品売り場を中心とした商店街を、 デパ地下と呼ぶこともある。平成17年版消防白書、総務省消防庁によると、2005年3月31日現在、全国に地下街は63、内特別区と、政令指定都市に50、準地下街は7、道6ある。また、平成25年の国土交通省都市局の資料によると、全国に地下街は78カ所とされている。このように、 法規により明確な定義づけがされているため、実態としては、地下街と一体の構造であっても地下街とは定義されない場合があったり、逆に地下街とは呼べないような場所が定義上は、従いとされている場合がある。東京の小田急エース、京王モールは、百貨店の直下ではなく道路などの公共用地の地下に、あるため、地下街と定義される。名古屋の中部近鉄百貨店は、 百貨店であるにもかかわらず地下街の範疇として名前が挙げられているが、これは百貨店の地下街の一部が道路下にあるため、道路下部分の面積のみを用地管理上地下街として区別していることによる。これに対して地下通路を通じて他の地下街と連絡している大阪の阪急三番街や構造的には地下街とみなせる名古屋の駅湾は 駅施設直下にあるため地下街とは定義されない。道路法、昭和27年6月10日法律第180号は成立当時から道路専用の対象として地下街を位置づけている。その後、1957年に発出された道路の管理について及び道路の管理に関する取扱いについてにより地下を含む専用の取扱いが明確化されている。地下については 原則として、地上交通の緩和的施設に限ること、地下道、地下室等の出入り口は、原則として道路時期内に設けないこと等が、定められている。また、特に、駅前広場に関しては、駅前広場における、地下施設の設置に関する日本国有鉄道、建設省間の覚書、1956年により、特定の駅に限定し、都市計画事業として実施する。 こととされ、その後、駅前広場における地下施設の設置に関する日本国有鉄道、建設省喚の申し合わせ、1969年により、地下道の福音、施工者基準、地下付帯店舗の面積割合等の計画基準が規定された。この計画基準は、1972年、地下街に関する基本方針についてに引き継がれている。なお、 1997年の建設小道路局長、通知、地下鉄施設への二次専用についてにより、地下街に関する基本法人についてに定められた要件、手続きを経ずに、道路の地下に商業施設が設置される、ケースが出てきたが、これらは、キオスク等と同様の駅の利便施設とされ、地下街には定義されない。建築基準法施行令の成立時から、 避難街に至る直通階段までの歩行距離の規制をしているが、地下街という用語はなく、地下街を規制の対象とする積極的な意図も特になかったとされている。その後、1959年12月4日の同志高齢改正により例、第128条の3を追加、地下街の各構えと接続する地下道の基準を規定し、地下街の各構えは、 地下道に2メートル以上接すること等が規定された。さらに、1969年旭川駅地下、ステーションデパート火災、1970年地下鉄、新宿駅構内火災、1972年大阪線日、デパートビル火災等を踏まえて、各構えの耐火性能、防火区画の強化、避難の歩行距離を規定を追加している。 1967年消防審議会、超高層建築物及び地下街の防災対策について、答申に基づき、翌1968年に消防法改正、同法に第8条の2を追加し、超高層建築物及び地下街等の防火管理が整備された。また、1974年に消防法施行令を改正し、別表一2十六から二を追加し、 消防士高令に地下街が位置づけられた。従来、地下街については、地下工作物内の店舗、飲食店、事務所等をそれぞれ個々の防火対象物として捉え、それぞれの用途及び規模に応じて、消防用設備等に関する規定を適用していたが、この改正で、地下街を例別表第一、十六の二項に掲げ、防火対象物として追加したことにより、同標項から項までに掲げる、 防火対象物が連続して地下道に面して設けられ地下街を形成しているときは、これら防火対象物は、道標第一項から項までに掲げる個々の防火対象物としてではなく、別途地下街としても規制されることとされた。その後、1980年8月、静岡駅前地下街ガス爆発事故を踏まえ、1981年、消防法施行令を改正。 準地下街に対する規制の新設、同志高齢、別表1 2十6から3を追加をするとともに、地下街等に対するガス漏れ火災警報設備の設置を義務付けるようになった。1972年の千日デパート火災を機に、1973年、建設省、消防庁、警察庁、運輸省通達、地下街の取り扱いについてにより、 地下街新設は現に抑制することを基本にし、ただし、ただし、公益上マニアムを得ないものについては、防災、衛生、発生する交通の処理その他の観点から、設置計画及び管理運営方法に関して、あらかじめ十分な措置を講ぜしめるとともに、供用開始後の指導監督を強力に行うものとされた。翌1974年には建設省通達。 地下街に関する基本方針についてにより、事業手法、事業主体、構造など、具体的な規制が定められた。1980年8月静岡駅前地下街ス爆発事故を踏まえ、同年10月に資源エネルギー庁加えご省庁による、改正通知により、地下街の新設または増設は現に抑制することが、再確認されている。しかし、 1980年代後半以降は、利便性向上や経済活性化の推進、防災技術の向上などにより通達が改正され、規制緩和が進む方向となった。その後2001年に、地方文献一括法施行に伴い、本方針ほか関連通達はすべて廃止され、地下街等に関する基準は、各自治体が独自に定めることとなった。地下に関する基本方針では、 以下のような地下街の設置計画策定に関する基準を定めていた。特定都市下線浸水被害対策法、平成15年6月11日法律第77号では、都市浸水想定区域内の地下街その他不特定かつ、多数の者が利用する地下に設けられた施設の所有者または管理者は、単独にまたは共同して、都市洪水または都市浸水が生じた時における、 施設の利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する計画を作成し、これを公表するように努めなければならないとする努力義務を課している。水防法、昭和24年6月4日法律第193号は、平成17年改正により、新水想定区域に係るものであって、市町村地域防災計画にその名称を及び、 所在地を定められた地下街等の所有者または、感謝は、単独でまたは共同して、水防法施行規則で定めるところにより、当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ、迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置関する、計画を作成する義務を課している。ここで、地下街等とは、地下街その他地下に設けられた、 不特定かつ多数のものが利用する施設、地下に建設が予定されている施設または地下に建設中の施設であって、不特定かつ多数のものが利用すると見込まれるものを含む。とされており、地下街、純地下街、地下にある鉄道駅、地下道、地下駐車場、建築物の地下街等を含めていると解されている。地下街とされているものの一覧、資料中統合されたものは、 表中に配置し、廃止されたものは別表に配置した。以下は日本国内における2015年時点での単独地下街の米床面積の上位5箇所である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。